お疲れ様です。バーファイブ YouTube 支店バーテンダーの直人です。今日のおすすめはこの子、1980年代バーボンウイスキーオールドスプリング。簡単にご紹介したいと思います。この子は甘さがグッとくるような五霊城バーボンウイスキーとは違い、どちらかというとドライに感じる方の方が多いと思います。しかしこの子の長所は何といっても樽香、森の奥深くにいるような感じです。さらに長い余韻であり、一杯で心豊かに満足してくれます。ストレートでももちろん美味しいですが、ロックにして氷が少し溶けたあたりの方がより美味しく感じるかもしれません。この子は調べても全く出てこなかった子なんですが、先日アメリカからいらしたお客様に聞いて初めて気づきました。むしろ気づかない方が問題だったかもしれません。この子、ネックの部分がオールドリックと一緒なんです。つまりこの子もジュリアン・バンウィンクル3世が旧北満蒸留所時代にブレンドしたものだと思われます。この子、珍しいことに114プルーフというハイプルーフでありながら、長熟の熟成年数の記載がございません。ボトリング年数は1988年、バンウィンクル家とスティッツルウェラー蒸留所の契約は終わった後でございますが、残ったスティッツルウェラー原酒をベースにバンウィンクル3世がブレンドしたものじゃないかなと考えています。この子、全く同じボトリング年数の88年、全く同じラベルで90プルーフの子もいます。確かに味は違うのですが、ラベル全体にプルーフ表記がないため、これが河内屋さんのミスと自分の舌のバカさじゃないことだけを祈ります。熟成年数の記載はございませんが、度数は114プルーフ57度。キリッとしたバーボンが飲みたいときにはかなりおすすめでございますので、出会いましたらぜひご賞味ください。いかがでございましょう。簡単ではございましたが、1980年代バーボンウイスキーオールドスプリング、お分かりいただけましたでしょうか。最後に僕は2年間で YouTube にウイスキーの辞書を作ります。応援くださる方はぜひ高評価、そしてチャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。それでは間もなく本店オープンいたしますので、今日はここまで。また見てね。